はい、皆さんお待たせいたしました。こんばんは。あの公式アカウントスカパー声優アニソン 2.5 次元舞台ツイッターの特別企画トークルームへようこそ。本日 MC を担当させていただきます声優の望月でございます。最後までよろしくお願いいたします。スカパー声優アニソン 2.5 次元舞台は声優アニソンアーティスト 2.5 次元舞台などで活躍する俳優が出演するスカパー放送番組情報を日々お届けしております。加えてリリース情報や出演情報、アカウント独自の取材などを通じてこれらのジャンルで活躍する方々のさらなる情報も発信しております。昨年10月にですね、特別企画として声優アニソンアーティスト 2.5 次元舞台などで活躍する俳優さんをお招きして、最新の活動をはじめプライベートな部分も掘り下げてお伺いするインタビュー番組を配信させていただいたんですけども、今回ですねユーザーの皆様の温かいお言葉のおかげで、ありがたいことに第2回目を迎えさせていただくことができました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、記念すべき第2回目の、本日はですね、舞台ダイヤのエース、そして舞台弱虫ペダル、そして同じく舞台アイチューザステージなど舞台を中心にご活躍なさっております俳優の道幹明さんをお招きしております。来たる 2月の5日日曜日ですね、四ツ谷の3丁目ドリームシアターで今年2023年のカレンダーのお渡し会と同時にバースデーイベントを開催されます。バースデーイベントを控えているということで、先日の1月の6日にお誕生日を迎えられて26歳になられました。そんな道幹明さんでございます。道幹さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、僕今回その前回目、道幹さんの明さんと今回ちょっと親しみを込めて呼ばせていただきたいと思うんですけども、はい、お名前をお伺いして、漢字を拝見した時にすごいかっこいいお名前の方だな、どんな方なんだろうと思ってツイートを拝見したんですよ。まず、見た時にかっこいいの名前だけじゃなかったじゃんって思っちゃって、お顔の造形が本当になんか直接このお話をほぼ初対面っていうか初めてお話しさせていただく形で、はい、最初にここを触れるのもあるんですけど、お顔の造形がよろしすぎてですね。いや、ありがとうございます。ご実家ルーブル美術館でいらっしゃるのかなぐらいの、なんか本当に、ね、ルーブルの横にあるんですけど、いや本当にですよ ですよねそうだろうと思ってました。はい、今日はね、フランスからお届けということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。面白い方だ。今日は楽しいぞ。さてさて、2020年のカレンダー、今年のカレンダーを、リリースなさるということですが、どうですか、アキラさん的に今回の出来栄えはいかがな感じでしょうか。いや、もう今真横にあるんですよ、実物が、はいはいはい、すごい例年に比べてというか、例年に比べてってあんまりいい形じゃないかもしれないですけど、めっちゃいいっすね。めっちゃいいですか。はい。で、しかも今回、壁掛けも別で作ったんですよ。はいはい、おー、なるほど。なので、すごい、壁掛け初めてなんで、はいはい、すごいいい感じですね。いいですね。じゃあ、アキラさん的にこう、はい、届く前の想像が、これこんな感じでできるんじゃないのかなっていうのが、はいはい、客だとするじゃないですか。はい。見た時の感想、数字で表したらどれぐらいですか。130ぐらいですね。言ってますね。これは買う、もう予約なさってる方楽しみなんじゃないですか。とてもね。本当に良かったです、これ。マジで。いいですね。そうなんですよ。画質はいいこと、いいこと。おお。ありがたいですね。今、このトークルームの画面を見てると、ファンの皆さんも、なんかワクワクな、こう、スタンプを持ちまくってらっしゃいますけども。ありがとうございます。ちなみに、今回の、カレンダーのコンセプトみたいなものってあったら教えていただいてもいいですか。はい、ですね、去年のカレンダーなんですけど、今のカレンダーは、撮影をカレンダーのためにしたんですよ。はいはい、で、はいはいはい、したんですけど、ちょっとあまりにも自分のこう趣味を入れすぎたというか、暴れすぎた部分がありまして。暴れすぎた。はい、ちょっと今年は抑えようかなと思ったのもあるんですけど、あと去年、いろいろな撮影をさせていただく中で、はいはいはい、こうその使ってない写真の中にもこれ漏れてるわみたいな写真がめちゃくちゃあって、なるほど、お出しできてないのが自分が残念みたいな。そうなんですよ。それを集めてみたみたいな感じですね、はい、今回のコンセプトとしては。なるほど、はい、自分の中でお出しできてない心の中に全部出しちゃったみたいな。もうこれはもったいなかったわとか、はいはい、中にはその本当に出せなくて結局僕の今のヘッダーになってる、はい、あ、なるほど、写真とかのベースカットとか入ってたりするんで、その本当に出せてないものというか、なるほど、はい、見たことないような、もう余すとこなくって感じですか。そうですね、いいですね、はいはい、つまりじゃあ今回のカレンダーは結構そのご自身の意見とかリクエストとかもバンバン取り入れまくったっていう感じですか。そうですね、基本的にカレンダー毎年僕の意見
をほぼ取り入れて作っているんで、今年もそうだったんですけど、今年はそれを抑えて、はい、漏れてる写真だけにしてみたみたいな、はい。前回がやりたい放題だったっていう話にするんだったら、今回はそこで、まだ出せてなかったところを出したいやつをさらに出していったみたいな。はい、そうです、そうです。はい、なるほど。これはなんか楽しみですね。じゃあ今までのやつ、皆さん見てた方は、これ の別のやつが見られるのかなっていうワクワクもあるわけですね。そうですね。なるほど、なるほど。いいですね。皆様お楽しみにお待ちください。さて、全ての月は結構おすすめだと思うんですけども、月ごとの写真。はい。はい、本人的に、この月楽しみにしててくださいみたいな月あります？個人的になんですけど、はい。10月と12月。2月この2枚は割とビシャーン来てますね。遠いな、はい、これは待ちきれないでめくっちゃう方多いんじゃないですか。ちょっとね、この2枚の破壊力半端ないですね。破壊力、はい、破壊力、破壊力半端ないですね。なんか結構その今回淡い写真が多くて、淡い、はい、こうなんかほうほうほう、こうパステルだったりとか、ああ色的なエモめな色とかが結構多いんですけど、はい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 、この10月と12月だけはなんかもうグンみたいな、グンみたいな、バキンみたいな感じがしてて、カレンダーでギャップ出しちゃいましたか。はい、そうなんですよ。なるほど。カレンダーっていうと結構皆さん届いた時に全部の写真見る方と月ごとに来るのを楽しみにされる方と決め出してると思うんですけど、今の話聞いちゃうと来た時に全部見ちゃうんじゃないかな。いや、見ちゃいますよね。そうですよね。これは見ちゃいますね。いやギャップも楽しみにした気持ちありますけど、10月12月遠いからな、遠いですね。ですよね。まだ2月ですからね、もらえるのね。ですね。まあ届くのとりあえずお楽しみにですね、これは、ね。ちなみにカレンダー、はい、ファンの方へのお渡し会もあるとのことなんですけども、あきらさん的にこう楽しみになさってることとかありますか？カレンダーのそもそもお渡し会をするのが初めてなんですよ。あ、初めてなんですか？はい。でなんか一回だけ、DVD、個人 DVD を出したことがあって、あ、はいはいはい、はい、その時の、お渡し会以来のお渡し会という形になって、うん、やっぱコロナもあったりしたので、そうですね、ご時世的に。そうですね、その、うんうん、お渡し会というのが直接あんまりできなかったっていうのもありますから、本当に何年ぶりだ、4年とか5年ぶりなんじゃないかっていうぐらいのお渡し会なんで、うんうんうん、すごい楽しみな部分があるのと、あと、わかんないです。その時間によるんですけど、おそらく、その普段に撮らせていただいているチェキ会とかの時よりも、ええ、まあ、ちょっと時間が取れるのではないかと思ってるので、よりね、お話ができるんじゃないかなという。はいはいはい。じゃあ、ご時世的にちょっと、接触というか、接近が、する機会が少なかった分、そうですね。その時のお話はね、いろいろできるチャンスというか、機会かもしれないですね。はい、じゃあご参加される方、皆さんお楽しみにお待ちください。はい。そして、さてさて、改めまして、先ほどオープニングでも触れさせていましたけども、1月6日、秋田さん、お誕生日を迎えられて26歳になられたことで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。26歳。26歳になりました。どうですか、ご心境の変化とかあったりしますか？実は、心境の変化ってあんまりなくて、はい、コロナになってから、うんうん、こう毎年考えることっていうと、うん、その、はい、一歩ずつ着実に、うん、成長していこうっていうのがもう本当にここ数年の目標になっていて、はいはい、あ、今できることっていう、そうですね、その、うんうん、より大きく羽ばたくためにもこう、はい、踏み込んで踏み込んで踏み込んでじゃないけど、より踏み込めば踏み込むほど大きく羽ばたけるじゃないですか。はいはいはい、一歩一歩の力を貯めてっていう感じですね。そうですね、はい、その意思は変わらずという感じですね。はい、うんうん、ただ改めてその意思をって感じですね。ただその、はい、僕普段配信とかいろいろやってる中で、この間本当ふと気づいたことがあって、こう、あんまりその皆さんに感謝を伝える機会がないなって思ったんですよ。その芝居とかそのこういうグッズとかいろんなの形で今まで表してきたんですけど、その直接言葉にしてこう感謝を伝えるっていうことをあんまりしてこなかったなって年末かなんかで気づいたんですよね。その、なるほど、なるほど。年末にファンクラブの配信かなんかをやった時に、本当に久々にいつも応援してくださいましてありがとうございますにいたんですよ。その時に、あ、これ、俺、久々に言ったってことは、あんてないんだって思って。
ありますね、なんかふと気づく瞬間って、仕事中に。そうなんですよ。なので、今年の一応、抱負は、まあ、もちろんその一歩一歩頑張るっていうことではあるんですけど、うん、そこにプラスして、はい、こう、感謝の気持ちを述べていこうと、ちゃんと言葉にしてっていうのは、うん、ああ、はい、形にしていこうっていうことですね。思います。素晴らしいことだと思います、確かに。確かに僕たち、その表にいろいろね、あの演技とかを出す人間って、その、はい、やっぱ一番の、その感謝の応援に対しての感謝の方法でたくさんやっぱりお仕事でその見てもらう、聞いてもらう機会をやっぱ多いっていうのが一番だと思うんですけど、やっぱとはいえ直接言いたいですよね。そうなんですよね。俺って、はい、わかります、すごくよくわかります。なるほどなるほど、いいですね。その気持ちを新たにできるっていうのは素晴らしいいい機会でしたね。そう、さてさて、そして2月の5日に役者人生初のバースデーイベント開催なさるということですが、はい、どうですかこちら、どんな心境で。これがですね、間もなくもう期が切りましたね。そうなんですよ。もうすごい、はい、マジで緊張してるんですけど。お、今から。もういや、本当に人生初すぎて、正直右も左もわからない中で、こう、どうやったら皆さんに楽しんでいただけるだろうみたいなことをひたすら考えている毎日で。いや、そうですよね。バースデーイベントって一言で言っても、そう、絶対やる人にとって、やること全然違うと思いますもんね。で、その、はいはい、結構自由ですね。まあだからクイズとかいろいろあるじゃないですか。はいはい、でもその今回 MC っていう人が存在しないので、ああ、まあ僕が MC 兼主役みたいな感じなので、そのはいはいはい、メイン進行ってことですね。だから僕がクイズを出していくみたいな形にもなってくると思うんで、そこもなんか難しかったりとか、なんかどういう形にしたらこう成立するんだろうみたいなことをすごい必死に考えてますね今。いいですね。そういうのを考えるのもやっぱ自主企画的の中で、ね、そうですね。はい。その形がどういう形になったかはね、参加者の皆さんもお楽しみですね。そうですね。皆さん楽しんでいただけると思います。はい、はい。ちなみに、アキラさん、はい、先ほどなんか、ブロマイドみたいなものもあるみたいなお話を伺ってるんですけど。そうなんですよ。今回ですね、すごい、これもまた僕の左側にあるんですけど。お並んでますね。チェキを持ってるんですよ。これランダムチェキでして、めちゃくちゃ数あるんですけど、むちゃくちゃ。これの中にさらにサイン入りっていう当たりがあったりとか、これ全部、しかもその1枚1枚全部撮ったんですよ。なんかこう、全部ですよ。それチェキですもんね。なんか最近のチェキだと、写真を撮ってそれをなんか、こう、現像することもできるんですけど、そうせずに、もう1枚1枚全部撮ったんで、なるほど、職人が一枚一枚丁寧に。それが楽しみなのと、あとブロマイドですね、はいはいはい、こちらもその、うん、先ほど言ったカレンダーになれなかった写真たちを含めて、さらに撮り下ろしでインスタントカメラを使ったちょっとエモめなブロマイドっていうのを作りまして、味、はい、味がある感じですよね。さらに、さらに取り下ろしてこちらも、はい、自撮り風のブロマイドも入っているっていう、まあ、もうブロマイドに盛りだくさん詰め込み、だからそのさっき言ったカレンダーに僕を出せなかったっていう、はい、言ったじゃないですか。そうです、だからもうブロマイドに全部入れたってありました。はい、いやもうだって今聞いた、だってジャンルだけで一体何枚ご用意なさってるんですかぐらいの、何枚なんだろう、全部で多分20種かな20何種とかかな、多分なんかその写真だけで10年分ぐらいカレンダー作るんじゃないですか。いやでも本当にインスタントカメラの撮れ高がやばすぎて、うわ、最初その自撮り風とか、いい、ね、このカレンダーで使わなかった写真たちとかいう枠を設けてたんだけど、全部インスタントでいけるやんね、はいはいはい、これってなったけど、わ、そこを抑えました。抑えましたか。抑えました。その中からさらに厳選してご用意しました。はいはい、はい、なるほど。いや、インスタントカメラ、今のカメラではね、出せない足みたいなのがめちゃくちゃ出るんですよね。いやー、なるほど。前になって手に届くというね。見てー。これは見て。スペースじゃちょっと物足りないですね、これは。そうですよね。ちなみに撮影の時のなんかエピソード的なやつとかあったりします？撮影の時のエピソード、そうですね。はい、やっぱりインスタントカメラで撮るから、ええ、その場で分かんないんですよ。そうですね、仕上がりがね。オフショーもインスタントカメラで撮らせていただいたんですけど、こう、わかんないから、はい、すごいドキドキするんですよね。で、現像いざしたときにの、はい、こうみんなの盛り上がり具合。いいの撮れたぞーっ
って。いいじゃん、これっていうのがね、みんなで。みんな疑心暗鬼なんだ、半分。ほんまに大丈夫なんだ、これみたいな。角度とか分かんないですもんね。インスタントカメラで撮るって言ったけど、本当に大丈夫なんか、ね、そうそうそうみたいな中からこう、うわー、めっちゃいいじゃん燃えてるもんね。いや、いいっすね。それだけでむちゃくちゃ楽しみだと思うんですけども、ちなみにそのバースデーイベントの内容、他にも、なんか当日まで言えないこともむちゃくちゃいっぱいあると思うんですよ。そうですね。ですよね、まあ。ちょっと言える範囲で構わないんですけど、だからファンの方と その今回のイベントでちょっと楽しみにしてんだよな、これみたいなこと、言えることあったりします、ね、いや、まあ、ゲストが楽しみですよね。ゲストむちゃくちゃでっかくハテナってなってるじゃないですか。もう正直、皆さんがもう、本当、ぎも抜くようなゲストをご用意して。本当ですか。はい。どぎも抜くようなゲストをご用意しました。で、それの発表実は、はい、ここで、ここでできるわけではなく、ないのないの ?25 日、あさっての25日です、ね、に、はいはいはい、ゲストの解禁がなされますので、あさって、はい、皆さん、ぜひツイッターをチェックしていただければなと。気になる方は、まあ、ここの中でいないとは思いますけれども、ドーミキさんのね、アキラさんのツイッター、ぜひフォローして、ぜひご情報を、はい、お楽しみにしていてください。どの辺の方なんだろうな、仲いいお友達かな、それとも、なんか共演したすごい、なんか巨匠みたいな方かも、みたいなところ、いろいろあると思うんですけど、これ、ちょっと今は。これ、すごい人呼んじゃったなって、自分でも思いました。バツバツにハードル上がってますよ。そうですよ。もう、どんだけ上げても多分、マジですか。全然大丈夫だと思います。うわお。あさってのツイート楽しみにしております。はい、ぜひ楽しみにしてください。私も。はい。なるほど。さあ、じゃあ皆さん、バースデーイベントお楽しみにお待ちください。はい。続きまして、はい、ちょっとユーザーの皆さんからの質問コーナーに移りたいと思います。はい、はい。事前にね、こちらのアカウントでユーザーの皆様にですね、はい、アキラさんに聞きたいことをいろいろ募集させていただきまして、はい、その中からね、お時間許す限り、ちょっと何問か厳選させて、質問させていただきますので、こちらもよろしくお願いします。はい、さてさて、じゃあこちらでいきましょう。まずは、1問目はこちら、ユーザー名ゴリラさんからです。はい、アキラさん、いろんな方がファンにいらっしゃいますね。そうですね。はい、ちなみにそのゴリラさんからのご質問なの、カラオケでの18番何ですかっていうお話でございます、はい、全然カレンダー関係ないですね。全然関係ないですね。全然関係なかったですね。ちなみに今回ですね、はい、結構そのプライベートな感じのところに迫る質問が多いことですね。そうなんですね、わかりました。はいはい、あれでカラオケの18番を運ぶ、うんうん、そうですね、普段よく行かれたりしますカラオケ。そうですね、コロナになってからあんまり行かなくはなったんですけど。ああ、減っちゃいましたか。それでもたまに行ったりしますね。はいはい。で、まあ、その発声とかの練習、大声出したいなみたいな時にフラッと行ったりとか。まあそうですね、ストレス発散もありますよね。発散ありますね、確かに確かに。もう思いっきし歌いたいみたいな。はいはいはい、ありますね、そういう日に。そんな時に、おお、なるほど、つい、なんか、予定もずっと前から行くぞじゃなくて、行くかっていう、ね、いや、そうですね、やっぱ、はい、たまりにたまって、山だ、山だ、山だ、みたいな、一気に、一気に行く感じなんですね、なるほど、ここだっていう時にですね、はい、ちなみにそんな時は何歌われるんですか。一気に歌う曲はそうですね、まあ、でも、必ず歌うのは、うん、はい、デジモンの主題歌のバタフライ。いいとこ来ましたね。はい、これ、絶対歌う。いや、男の子でもうカラオケで他の人がそれ入れられたら、あ、やられたって絶対になるやつですもんね。そうなんですよね。もうあれ早いもん勝ちですからね。そうです。なるし、やられたって言いながら、結局最後みんなで歌うんですよ、あれ。そうなんですよ。で、みんなで涙するんですよ、最後の。しかもね、そう、あれ結構世代関係なく、やっぱそうです、ね、好きな人多いですもんね。結構男女問わず。そうだから、どこの、うん、その、なんか、あるじゃないですか、うんうん、飲み会からのカラオケみたいな。あ、はい、時でも、こう、なんか年齢層関係なくですね、ドンピシャっていう曲なので、これは必ずと言っていいほど歌いますね。いや、間違いないやつですね、はい、100% 盛り上がるやつです。そうなんだ、なるほど、いいですね、いいチョイスです。さて続きまして、はい、こちら記号でダイヤさんかな、このダイヤの名前で歌ってる方の質問でございます。はい、ご質問でございます。はい、お誕生日の話ですね。ご自分へのお誕生日プレゼントは何か買いましたかっていうご質問です。ああ、一応、うんうん、なんかこうちょっと仕事に関わってるものと本当に個人的なものってあったんですよ。はいはい、なるほどなるほど。一つその仕事に関わってるものは、はい、パソコンのグレードアップを図りまして。うん、なるほど。これ今個人的に YouTube を
やってるんですけど。あ、そうですね。配信とかもなさってますよね、ゲームとか。そうですね。で、今は結構他に力を入れていまして、はい、こう、撮影から編集まで全部やってるんですけど。ご自分でやってるんですか？はい。すごっ。めっちゃ大変なんですよ。でめっちゃ大変してます。めっちゃ大変なんですよ。はい。僕諦めましたもん。そうで、その、編集の時間がめちゃくちゃかかるっていうことで、はい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 、編集の出力の、うん、動画を出力する時間とかを、とにかく短縮するため、はい、で、その、並行作業をひたすらできるようにするために、うん、こう、パソコンの、スペックを。もう、スペックをもう、弟がすごいパソコン詳しくて。おー、なるほど。なので弟に聞いて、はい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 、お前が思う最強の編集特化型パソコンを作ってくれって言って。ありは、いや、めっちゃわかりますそれ。で、そしたらこれとこれとこれ揃えればまあ最強だし、今俺が持ってるパソコンより強いよって言われて、ほなそれでって言って、それをくださいって言って、エキスパートの人よりも強いやつを。そうなんですよ。弟のパソコンなんかグラボってあるじゃないですか。グラボありますね。グラフィックをなんか映像をきれいにするみたいなのが、16万のやつとか使ってるんですよ。ああ、はい。大体僕、頭の中であの辺だなって分かりました。はい。そう。はい、で、次30万のやつが欲しいとか言ってる弟のやつに強い CPU を入れてみたいな。はい、で、その弟の CPU の、はい、2倍の性能を持ってしまったって。自分のパソコンが。稼いでらっしゃいますね。いやいやいや、それがなんと、10万コピーだったんですよ。え？そうなんですよ。一体何があったんじゃないですか。どういうことですか？ 10 万円で、最強のパソコンを手に入れてしまったんで。はい、え？その、なんかパソコンメーカーの人の命を救った事件でもあったんですか？かもしれない。どっかで救ってたかもしれないです、ね。そんなことがあったかもしれない。そうなんですよ。で、まあ、その投資という面でも、ありますあります、ちょっとお金をかけさせていただいて、素晴らしい。めっちゃもう本当に超効率よくなって、うわー、はかどりますか。そう、なんか今まで1時間の動画を、はい、うん、そう、50分ぐらいの動画を、出力に1時間半ぐらいかかってたんですよ。はい、あ、まあまあまあ、そのぐらいかかってもおかしくないですね。それが30分になりました。3分の 1？ むちゃくちゃはかどってますね。しかも、CPU とかメモリが強いから、はいはい、その、スクしてる間って基本何もできないじゃないですか。そうですね。CPU 半分 50% ぐらいしか使ってないんで、余裕で半分で作れちゃうんですよ。うわぁ。最強なんですよね、マジで。それでしかも30分で終わらせられちゃう。そうなんですよ。むちゃくちゃグレードアップしましたね、スペック。いや、もう最高ですね。もう、ウハウハですね。僕も、ゲーム配信とかするんですけど、はい、その新しく、そう、パソコンをするときに、はい、友達のゲーム、パソコンメーカーとかに勤めてる友達に、はいはい、このゲームをやりながら、配信ソフトを起動して配信ができるスペックのやつをやってくれみたいなコンセプトでやっぱりお願いしたりするんですよ。はいはいはい、それを、多分、それより強そうな雰囲気しますね、お伺いしてると。いや、めちゃくちゃ強いの作れました。ありがたいことますね、素晴らしい。ちなみに、それが、はそうですよ。仕事用のやつですね。そう、仕事用のやつで、プライベート用のやつが、はいはい、僕個人的にコーヒーがめちゃくちゃ好きで。いいですね、コーヒー。コーヒーって言っても僕エスプレッソを自分で作るのが好きなんですよ。かっこいい。エスプレッソを自分で豆引くとこからやって、はい、エスプレッソ作ってカフェラテをいつも作るんですけど。なるほど。それのコーヒーメーカーをついに買いまして、はい、なるほど、はい、1個前のやつが、はい、ちょっとパッキンが中のパッキンが壊れちゃってて、あー、なるほど、はい、こう抽出が、まあ、ちょっと漏れちゃったり。漏れちゃうやつですよね。なっちゃいます。それを改善するためにも含め、はい、味をさら上げるに、ちょっと、いいやつを買いました。この日本語の言い回しするのもあれなんですけども、はい、いちいちかっこいいですね。ああ、ありがとうございます。つくづくかっこいいですね。わかりました。だって、家でプライベートで、はい、飲みたくなってエスプレッソマシンを動かしているアキラさんのところ想像しているだけで、だってご飯前ぐらいいけそうな雰囲気。いや、めっちゃね、本当にコーヒー作った後とか部屋がすごいコーヒーの香りが漂って、うん、多分その最高の空なんですよね。その部分を写真に撮っただけでだっていけますもん、カレンダーそうかもしれないですよね。ありですね、なし、ありですね。あ、候補出た。次もしカレンダー2024年出てそれがあったとしたら、皆さん望月の名前を思い出してくださいね。スペシャルサンクスで入れときます。あ、よろしくお願いします。誰この人ってみんなが思えるんですか。はい、ということでございます。ダイヤさん、ご質問ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続きましては、リタさんからのご質問ですね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。こちら、プライベートな質問かもしれないです。アキラさんも落ち込むことはありますか、はい、もしあるのなら、どうやって気分転換なさってますかというご質問でございます。ああ、そうですね。日頃落ち込むことは結構あるって、意外と僕、ネガティブな部分が多いので。まあ、ね、そうなんですね。そうなんですよ。あの、一人でいると余裕でスーパーネガティブになりがちなので。なるほど。そういう時は、基本的に寝るしかない。大事。大事。ひたすら寝るっていうのをしてるんですけど、まあ、そこで、あの、結構僕、理不尽なことに弱くて。ああ、なるほど。なんか自分以外のこう、自分によるダメージじゃなくて、自分、例えばなんか自分が起こした不祥事とかじゃなくて、なんか、はいはいはい、巻き込み事故みたいなことってよくあるじゃないですか。ありますね。まあ、生きてたらどの仕事でも、どう生きてても結局あります。そうなんですよ。はい、その巻き込み事故が、1日だけとかだったら割と寝て、なんとか回復するんですけど、ああ、なるほど。何日かそれが続くことが稀にあるんですよね。ああ、それが割と、1年に1、2回、まあ半年で1回ぐらいの、1回あるかないかぐらいのスパンでやってくるんですけど。ありますね。もうその時はもう一番ダメな方法、はい、お酒っすね。あいや、まあ、いやダメな方法ではないですよ、やっぱり。そのもうでも、その半年に1回だけっていうのを1回ぐらいしかないんで、うんうん、もうその時はもうパッと飲んで、はいはい、酔っ払って、はいはいはい、寝るっていう。お酒がダメなんじゃなくて、やっぱお酒を飲むことによってお酒のせいにして何か悪いことをしたのが悪いことであって、それでもう、こういうことがあったっていう時はもうこれは酒だ、酒を飲むぞ、酔っ払うぞ、寝るぞっていうあの手段を選べてる時点で、はい、むちゃくちゃいい大人です。あ、やったー。いや、完璧です。やったー。あの、それで心配してないんだったら完璧ないい大人だと僕は思います。いや、もう僕あの酔っ払って、もう絶対ベッドの横で飲むって言ってるんですよ、うんうん、あ、失敗して、何か失敗がない、外がないように、泥酔して、はいはいはい、そこ寝れるように。なるほど、家飲みなんですね。で そうなんですよ。あれ家で絶対外で飲まないです。はいはい、お家で一人でたしなむってやつですよね。そうですね。もう大人じゃないですか。パッて飲んで、パッて寝る。いや、で、次の日に、よっしゃ、今日も仕事するぞみたいな。いや、あの、その自分のご機嫌の取り方を持っているって時点で、あの、はい、26歳よりも大人です、正直。しかもお酒をちゃんとそれを分かった上で使ってるんですから。そうです。ほら、むちゃくちゃ100点、100点の散歩連打してる方いらっしゃいます。ありがとうございます。ね、素晴らしい。お酒ってすごいですよね。いや、いい切り替えだと思います、正直、本当に。あの、お酒に溺れてない感もすごく感じますし。ちゃんと、うん、なんかこう、しかもどれで酔えるかも自分でよく分かって。ああ、なるほど、なるほど。そう、もうこれとこれとこれを大体飲んで、寝るっていうのが一番いいですね、うん。お酒との付き合い方が分かってらっしゃる感じですか。深く深く落ち込んだときはそうやってやってますね。うん、ありだと、ありだと思います、非常に。はい、ね、あの、普段のちっちゃい、あの、あれですかね、ストレスとかだと、もうあれ、カラオケ行ったりとか。あ、そうですね。カラオケ行ったり、あと、あ、でも俺、よく風呂で歌っちゃうんで、わかる。大体それで、ストレスがなくなっていくっていうのもありますし、はい、あと、やっぱ、あの、さっきも言ったんですけど、美味しいコーヒーを作ると、うん、結構ストレス飛ぶんですよね。いやー、いいですね。しかもあれですよね。落ち込んで寝て起きてそれを、そうなんですよ、ね、朝コーヒー作ってよし今日もうまいと思って寝かせるっていうのが割と、はいはいはい、じゃあルーティーンが寝るところから始まるルーティーンって感じですかね。そうですね。ああ、なるほど、いいですね。わかりました、ありがとうございます。リーダーさんもご質問ありがとうございました。あ、ではじゃあ次最後の質問にしましょうか。質問のお時間的に、はい、はい、最後は、リオさんからの、こちら、はい、ありがとうございます。あります。あ、今までのプライベートな話から少し変化球な質問かもしれませんけれども、はい、もし異世界に転生できたら、あの戦士とか赤魔、あの白魔術師とかあるじゃないですか、はいはいはい、あのどんなジョブ職業がいいですかっていう質問でございます。どうですか、剣と魔法の世界とか。いいですね。リオさん、ここに映ってる方かな、多分、はい、そうですね、多分ネットゲームのユーザーの方だと思うんですけど、このジョブとか書いてらっしゃるから、ね、はい、もう僕、オタクなんで、ちょっとそこら辺になると熱くなっちゃうんですけど、僕もよくわかります。はい、やっぱゲーマーってそうですよね、そうですね、自分がやりたいジョブ選びますからね、はい、あの、ジョブっていう時点でゲームが絞られるんですけど、ちょっと、ちなみに、望月さん、どういうジョブ選ばれるんですか。僕ですか、はい、この話に合ったジョブっていうんだったら、はい、一瞬置いてけぼりになる可能性はあるんですけど、僕は気功師を使ってます。気功師？銃を使う人です。
ああ、いいですよね。俺も前選んだことありますよ。そうなんです。僕、遠距離チクチク楽しいですよね。僕、そう、周りから、やっぱたまに男の子同士で話をしてると、そういう話になるじゃないですか。はいはい、異世界転生されたら、お前どんな職業になってると思うし、みたいな。僕、周りに聞いたら、100% の確率で、遠距離攻撃型のことを言われるんですよね。多分そういう性格してるんだと思うんですよ、周りから。ちなみにアキラさん的にどうですか？僕はですね、はい、結構選ぶのが多いのが、うんうん、白魔導士とか割と回復役ヒーラーだ。そうなんですよ。タンクかヒーラーが結構多くて癒し系だ。もうみんなを守る系ですね。そうなんです。なんかこう、はい、前線に行って戦うのめっちゃかっこよくて好きなんですけど、はい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 、そいつらが輝いてるところを後ろから補助するあの気持ちよさ、うんうん、半端ないですよね。なるほど。影からそう、なんかこう結局あのタンクの人もそうだし、はい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 、戦士職の人もそうなんですけど、ええ、回復してくれない人が、回復してくれる人がいないと、そうです、死んじゃうじゃないですか。そうです。だから結局、うん、自分が一番戦ってるんですよね、回復役が。そうなんです。ヒーラーがいないと周りは何も絶対にできなくなってしまう。そうなんですよ。そう、だからヒーラーが一番こうパーティーの中で重要職じゃないですか、うん、みんなの命運を握ってると言っても過言ではないですからね。そうなんですよ、はい、それを握ってる快感。そう、生殺与奪する権利。今俺がお前らの命を手綱を握っとるんだよ。お前ら頑張れよ、前で。あれ、それ回復してやるから。なんかヒーラーっていうとすごくなんか成人的なイメージだったけど話を聞いてるとなんか逆の可能性もある。性格は黒魔導士かもしれない。お腹の中に黒さを持っている黒魔導士みたいな。そう、だからやっぱこう手のひらの上でみんながこう輝いてる姿が僕は楽しい。手のひらの上で、はい、あくまでも僕の手のひらの上で。全知識がなければむちゃくちゃなんかご立派な感じだったんですけど。なるほどなるほど。アキラさん のやっぱお顔とかそのキャラとかを拝見してるときにやっぱり最初のすごく、はい、なんていうか剣と盾が似合う、そして甲冑に身をまとった その、はい、なんていうか西洋感はありますから、ね、そんな感じの、ね、イメージやっぱあったんで、はい、なるほど、ヒーラーか。でも話を聞いてるとなんかちょっと仲良くなれそうな気がする。あ、いい、個人的に一緒に横並びでやりましょうね。やりましょうやりましょう。遠距離と今後とも。そうそうそう。で、あのタンクの人たちに頑張れって言いながら、後ろで頑張れって言いながら、確かに楽しそうです。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ユーザーの皆さんからのご質問は以上となります。皆様、はい、こちらご視聴のメッセージありがとうございました。ありがとうございました。はい、アキラさんもお答えありがとうございます。ありがとうございます。はい、あっという間ではございますが番組は以上となります。わー、早かった。あっという間でしたね。はい、はい、最後にアキラさん、ユーザーの皆さん、はい、改めてメッセージをお願いいたします。はい、本日はご清聴いただきまして誠にありがとうございました。はい、そうですね、もうあと1週間ぐらいでやってきてしまうんですよ、うん、僕の初のバースデーイベントが。ですね。なのでもう本当に僕も初めてのことだから、うん、こう分からない場合に皆さんを必死に楽しませようとするので、うんうん、皆さんもこう乗っかってきていただけるとね、すごいありがたいと思います。はい、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、参加者の皆さんもね、一緒にバースデーイベントを、素敵なバースデーイベントを作り上げていっていただけたらと思います。はいはい、富木明さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではトークルーム2回目、あっという間ではございますがお別れの時間となりました。皆さん最後までお聞きくださいましてありがとうございました。 MC は私、声優の望月 A でございました。また次回の配信をご期待ください。それでは皆さん、さようなら。さようなら。